平成30年6月7日、阿蘇市で特定外来種の花、黄金景菊の駆除が行われました。黄金景菊の駆除作戦を行ったのは、環境省阿蘇自然環境事務所や阿蘇市、それに自然公園財団阿蘇支部です。この駆除作戦は、6月が環境月間となっていることから、 植物の生態系に悪影響を与える特定外来生物の黄金ギクを駆除しようと10年ほど前から行っているものです。この日は環境省や阿蘇市の職員ら7人が3班に分かれて阿蘇市内に自生している黄金ギクの駆除を行いました。ここ阿蘇市乙姫の内野巻駅構内では環境省の職員ら3人が 線路脇に咲いているオウキンケ金ギクを根こそぎ駆除しました。オウキンケ金ギクは北米産の多年草で繁殖力が強く、阿蘇の希少な植物などの生態系に被害を及ぼす恐れがあります。特定外来生物に指定されたオウキンケ金ギクなどを植えたり、育てたり、株を分けたりすることは禁止されていて、違反すれば個人の場合、最高で 懲役3 300年ままたはは万円、円法人のの場合は1億円以下の罰金が課せられます。環境省によりますと、阿蘇市内では川岸や墓地、民家の庭先など、36か所で確認されているということで、黄金鶏菊を見つけたら、根っこから駆除してほしいということです。